ハローアミです。今日は機内でリラックスして過ごす方法、私のフライトの時のルーティーンをご紹介します。ハワイまでの空の旅、ぜひ一緒にご搭乗ください。成田空港がすごい変化している気がするんですけれども、東京フードバーというなんか最高なラインナップが入ってるところが、いや最高、普段から行ってる場所が入ってるね。チーズタンタンもジャンガラもある。美味しそう。免税店をちょっと見てランチに行きたいと思います。こんなポップなベビールームまで、すごい。可愛いんですがいい。ちなみに今回は父、母、妹と4人の家族旅行でございます。 ANA のラウンジに入って、まずは飛行機に乗る前のお腹を満たしてあげようと思います。 ANA のビジネスクラスに搭乗するときはこちらのラウンジがフリーで使えるんですけれども、ビュッフェ形式でもう様々な美味しそうなお食事が並んでおりまして、まあ、こういったもうおにぎりとか、あとサラダだけでもドレッシングが豊富だったりとか、はい、もう飛行機に乗る前からワクワクが止まらないという状況になっております。で、私が楽しみにしていたのがこの ANA のラウンジでいただけるカレーでございます。はい、もうロンドン行く時にね、美味しさに目覚めてしまいまして、はい、こんな感じで取りまして、野菜からいただきます。奥のフードカウンター、ベジタリアンメニューのカレーでマジで美味しい。違う、うん、違うんだ。こっちの方が軽めかも。多分ラードとか入ってないから、うん、サラサラスパイス。チキンカレーの方がすごい濃厚な、ディズニーランドのカレーを思わせる美味しさです。カレーに唐揚げを乗せるというわんぱくな食べ方。はい、はい、お願いします。はい、ごちそうさまでしたと思いきや、食後のティータイムまでこの人は充実させる気でおりますね。はい、というわけで飛行機でよく眠るためにノンカフェインのカモミールティーを選びました。私的飛行機でぐっすり眠る方法なんですが、こちらのラウンジおよび機内食でしっかりお腹いっぱいにさせることでございます。そうするとね、血糖値が急上昇しておのずと物理的に体が眠くなってくれるのでおすすめです。ん？あら、え、1回で5点入んの？ラグビーって。いや、私に聞かないでください。
皆さん、あちらにウミガメ柄の飛行機がご覧いただけますでしょうか。今回私たちが登場するのはフライングホヌ、通称空飛ぶウミガメと呼ばれているホノルルと成田間を運航している ANA の飛行機です。ホヌがハワイ語で幸運を運ぶ神聖な生き物とされているウミガメを意味しているそうです。はい、それでは早速スリッパに履き替えて飛行機の中で過ごしやすいようにセッティングしていきたいと思います。アメニティなどなど後ほどチェックしたいと思います。で、飛行機の中で必ず私が履くようにしているのが加圧のソックスですね。あのね、本当に飛行機の中でこの加圧の着圧のソックスを履いているか履いていないかで、もう陸に次立った時の足の重さと細さが全然違うので、もう短時間でも飛行機に乗るときはぜひこの着圧ソックスを履くことをお勧めしております。はい、このね、ちょっと履いたりする準備がめんどくさいんですけどね、これを最初のうちにやっておかないとということで、もう飛行機に乗った瞬間いろいろバタバタしてますね。あ、なんかお布団こんな風に入ってますね。はい、で、あ、なんかマットがあるんだが、はい、こちらで今回の担当の CA さんにご挨拶をさせていただいておりますね。はい、そして、ドリンクメニューをちょっとチェックしてみたいと思います。さすがビジネスクラスというだけあって、ドリンクの種類がもうとてつもなく豊富ですし、なんか美味しそうなチョコレートある、あとでたーのもっと、はい、そしてなんかこのね、機内食と別でいつでも頼んでいいよっていう中に、こうかやのやのスープとかアイスクリームとかチーズもございます。はい、お水ありがとうございます。そしてこれです、フライングホヌの全貌、かわいいですよね。ウミガメの家族になってますね。はい、横はこんな感じ突然雑なんか、まあリモコンとか、はい、そんな感じで、テーブル、これどうやって出す、まあ、難しいことは後で考えましょうというわけで、あ、前の画面も結構大きいですね。はい、そんなわけで足もグイーンと伸ばせて快適なお席です。もうすぐ空の旅が始まりますというか、まだ飛んでなかったのかいっていう感じなんですけれども、はい、飛ぶ前の時間の方が長いのではないかという Vlog になっております。はい、ここでじゃーん、アメニティチェックを、グローブトロッターのポーチになっておりまして、ネイビーとホワイトでとても素敵なポーチになってます。開けてみます。あ、なんか、ロクシタンのボディミルク入ってんだけど、ちょっと漏れてる。あ、しかもいい香り。というわけで、機内で癒しのひとときが過ごせそうなボディミルクと、これまたロクシタンのリップバームが入っていました。やっぱりね、飛行機の中乾燥するので。で、あとは、耳塞ぐやつと、アイマスクと、耳栓か。あとは歯ブラシセット。あとこんな感じでグローブトロッターと ANA のコラボだよって感じで、ちょっと和柄っぽい、はい、感じになってました。はい、機内の乾燥対策その1はこちらのマスクですというアピールをしてますね。ほんと喉とか鼻がカラカラになっちゃうのでマスクをして過ごします。はい、2つ目は、こんな感じでハンドクリーム、今回はイソップのもの、こちらはですね、前にファンの方にいただいたものなのですが、こちらのハンドクリームを持ち込んで、もう定期的にぬりぬりして、手および爪先の潤いを保つようにしています。こうやってね、ちょっと手のひらで温めてから塗ると手全体にこう浸透しやすくなるって何かで聞きました。で、ちょっと飛行機に乗ってるとむくむので、指輪とかは私は外すようにしてますね。これらもなくさないようにちゃんと直しとこう。これはヴィンテージのエルメスで、これまたヴィンテージのモスキーノのリングですというジュエリー紹介。あ、これちょっと机取れてます。あはい、無事に机が出ましたというわけで、こんな大きな机が隠れてました。だいたいですね、私の手のひらで1、2、半分ぐらいですかね。まあ皆さん私の手のサイズわからないと思いますが、ざっくりこれぐらいの結構大きめな、七並べするのはちょっと今回は難しそうとなっていますね。はい、そしてもうこのお手拭きからモフモフっていうところが素晴らしいんですけれども、あ、先ほどのリモコンはこんな感じでなっておりますね。はい、前の画面は18インチの大型のスクリーンになっていまして、リモコンでも動かせるし、こんな風にタッチパネルで動かすこともできます。あー、もうハワイを彷彿とさせるというか、まあ、ハワイの映像ですね。
はい、ここから癒しが始まっている。あ、なんか広告流れてるんだけど全部見ないと動かすことはできなさそうだというわけで、やっと画面にやってまいりました。私あの機内でですね、ほとんど音楽を聴いて過ごすので映画を見ることがなかなかないんだけれども、何が入っているかは気になるので見るっていう。お、なんか映画だけでなくこんな感じで様々な映像のコンテンツが充実しておりますね。 TikTok まで見れるよ今の時代。はい、そんなわけでお食事の時間です。炭酸水を頼みました。レモンを入れますかと聞いていただいたので、はい、甘えてレモンをオーダーしました。ちなみに今回はあのこう機内食の食事をアレンジできる中でフルーツのみのお食事っていうのをオーダーしてみました。というわけで前菜からもうフルーツのみのラインナップで登場でございます。そしてなんとびっくり、まあ、フルーツのみのお食事でオーダーしているから当たり前なのですが、このメインのお食事も本当にフルーツの盛り合わせという、なんか初めて見る情景でございます。あの本当フルーツをね、フルーツ大好きなのでもりもりいただけて美味しかったんですけど、あの感想、個人の感想から言いますと、ちょっと体が冷えるかなっていう印象ではありました。はい、なので食後ペパーミントのお茶と先ほど気になっていたオリジナルショコラをオーダーして温まりましょうという、こちらでもデザートタイムをこの人は満喫していますね。このチョコレートすごく美味しかったです。ところで本当にびっくりしたんですけど、今回あの担当させていただきますってこうご挨拶してくださった CA さんが、なんとロンドンに行く時も担当してくださった同じ CA さんだったんですよ。あのロンドンの時もご一緒させていただきましたってお声かけていただいて、と思ってめちゃくちゃびっくりっていうか、そんな運命的なことありますかっていうわけで、もうびっくり&とても嬉しかったです。本当に素晴らしいサービスをありがとうございます。はい、それでは はい、おはようございます。というわけで、なんか寝れたのか寝れてないのかよくわからないんですけど、いつの間にか到着まであと1時間30分ってことは寝たのかなというわけで朝食のフルーツをいただいております。隣に座っている妹のミリはその夜オーダーできる食べ物の中でこうきつねうどんをオーダーして、まあ、それがすごく美味しかったって言っておりまして、なんかそういう風に楽しむのもいいなぁなんて思いながら、私は寝ぼけまなこでフルーツをたしなんでおります。はい、この私あの何画面で見られるジョーンっていうこの地図と、あと何時間で到着するよっていうこのカウントダウンをね、あのひたすら見てるのが好きです。はい、そんなわけで、到着に向けてちょっと顔を整えていこうと思います。で、先ほど使っておりましたスキンケアでしっかりと保湿をして、まあ、ある程度のところまで
顔を整えたいのですが、まあ、もう到着したらハワイの日差しが待っておりますので、あのラロッシュポゼの下地でしっかりと紫外線予防とお肌を整えていきます。まあ、あのメイク動画を別に撮りたいわけじゃないので、ちょっとささっとめにしてしまうんですけど、はい、ファンデーションは今回このサンローランの愛用しているクッションファンデ、こちらを旅行にも持ってまいりました。簡単に手早く綺麗にうるつや肌を作れて、このクッションファンデは本当にヘビロテしております。はい、そんなわけでここから顔が変わるよ。じゃーん、完成しました。なんかこうちょっとむくんでる顔にメイクをしているのでノリがあれなんですけれども、はい、このタイミングでおやつとして持ち込んでいた干し芋を食べ出しました。機内には何かしら私こうやっておやつ系を持ち込んで、なんかこう何、自分のオリジナルの時間を作るようにしていますね。はい、到着まであと50分ですね。本当に私ひたすらこの仮面を見てるんですよ。はい、ここで機内でのお気に入りアイテムをもう一つ皆さんにご紹介したいと思います。ポーン、はい、タンの練り香水でございます。普通の香水と違ってバーンってこう周りに広がりにくくて、私一人のパーソナルスペースにだけほのかに香るあの香水で、あのパッションっていう香りなんですけど、この香りがものすごく癒されるので、まあ、あの移動が長い日だったりとか、こういう飛行機の中に持ち込むようにして使うのも気に入っております。無事に着きました。着いてからめちゃくちゃ歩かされております。この距離だったらシャトルに乗せてほしいなと思いながら相当な距離を歩いておりますが、しばらく飛行機で動いていなかったのでいいワークアウトになってる気がします。久しぶりのハワイだ。はい、そんなわけで今回は7時間半の空の旅、そしてラウンジでの様子をお届けしていきました。ここから Vlog やハワイの購入品などなどアップしていくので、ぜひチャンネル登録、コメント、高評価をしていただけるととっても励みになります。また次回の動画でもお会いしましょう。アミシーこと石井アミでした。